はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。このね、島村楽器さんのヒストリーシリーズのピック、ホワイトと黒と、これちょうど2時間ぐらいずつ弾いてみたんですけど、まずこれも私の個人的な感想なんですが、黒は新品一発だったらすごくいいですね。ただ感じたのが、熱を持った時にね、どんどん柔らかくなってきます。どんどんピッキングしたり、あと、指で押さえてるんで温度が上がってきますよね。そうするとある一点から極端に柔らかくなります。ですので、例えばガッガッガッってリフなんか弾いた時にちょっとワンテンポ遅れたような感覚になります。で、白の方なんですけど、ちょっと硬いなって最初思うんですが、初期のなんていうんですかね、柔らかさが出始めると、2時間近く演奏していてほとんど変化がないですね。これね、両方いいです。ちょっとずるい言い方かな、これはちょっとずるい言い方かもしれないですけど、正直両方いいです。例えばレコーディングなんかで、ピック何枚も用意ができて、パシッと一発で決めましょうっていうんだったら、僕でしたら黒を選びます。で、ライブの会場なんかで、多少のミスが許されて、で、安定したリフ刻んだりね、リズム刻んだりすることが重要なんであれば、こっちの白を選びます。白の方がね、熱による変化が少なかったです。以上、何か参考になれば幸いです。両方ともいいピックです。はい、おすすめです。それではまた。